今、小泉さんからちょっとリクエストもあったので、そちらをお話しやっていきたいと思います。今日も朝から、参加の方ありがとうございます。アビンジャースクール朝活担当の中澤です。お願いします。お願いします。で、まあちょうどデスクワークだったりとか、まあ、こういう緊急事態宣言が出て外出できない状態で、まあ、普段あんまり扱わないパソコンを使ったりすると、まあ、だんだん今1ヶ月、5週間ぐらい経ったんですかね、緊急事態宣言が出て。で、やっぱり体も、まあ、だんだん蓄積されて悲鳴が出てくるわけですよね。で、まあ、小泉さん先ほど言われたように、その肩が疲れたりとか、頭痛みたいなところですね。まあ、人間、国民病と言われてるんですよね、腰痛、肩こり、自殺。これも多分持ってない人はほぼいないみたいな。8割9割方持ってるんで、多分聞いたことあると思うんですけど、肩こりって英語でないんですよ。へえ。日本人ほぼ特有の、はい、ものなんですよ。まあちゃんとした英語がないっていう、なんか造語みたいな英語があるみたいなんですけど、なので海外の方ってあんまりないんですよね。まあ、それは骨格的な問題もあるんですけど、でも日本人ってこうガッてやるとなんかこう集中してきて、それにどうしてもやらなきゃいけないみたいな通りにこう気にしすぎるってところから力が入りやすくて、でこの間ちょっとお話ししたんです、自律神経系ってこう首回りと仙骨っていうところに集約されてるので、その辺がコントロールうまくできなくなってしまってこう、まあ、肩こり頭痛になってくるので、まあ、一つ分かりやすいのは手をこう広げていただけると分かりやすいですね。パーをする、そうすると、反対側もお見せしていただいて、こんな感じで、あーいいですね。小泉さんは左の、中指と薬指、右手もそうですね、右手は中指と薬指じゃなくて人差し指がうまく開いてないので、田村さんは右手の薬指と中指ですね。で、左手の場合は逆に中指と薬指かな、中指と人差し指かな、開こうとしたときに、なのでそこの今言われたところのこの指と骨がありますよね。これプロテクト、指をここも骨がありますよね。うんうんうん。その間にこの筋今見えるじゃないですか、間をこうやってぐりぐりやっていくと結構痛いと思うんですよ。この開かない、さっき言ってたこう指を開いてても開かない場所っていうのが、この辺が硬くなっちゃうとすごく疲れちゃうんですよね。で、リラックスできないんで、手首をリラックスさせてあげるとこの辺の緊張全部取れるんですよ。で、こういったケアをお風呂の中とかでちょっと揉んであげたりとか、あと手首こうやって持ちながらこうやって振ってあげたりするだけでも結構リラックスできます。なんかこう人間って動かしてくださいって言うと皆さん早くやるんですよ。こうやってなんか一生懸命やるとしちゃうんですよ。早くやるってことは粗大な運動になってしまって逆に力が入るだけなので、一定のリズムで自分が一番リラックスできるリズムってのがあるんですよ。テンポが、運動は全部テンポなので聴覚から入ってくるんですけど、音楽とかと一緒でリズムっていうのが非常に大事なんですよね。だから音楽聴くとリラックスするのもリズム、自分の波長に合ってるものを聴かないとリラックスできないですね。まあ、興奮するのは簡単ですよね。まあ、上がる曲をかけると皆さんこうテンポが上がってくるんで簡単に気持ち上がってくるんですけど、逆に落ち着かせるっていうのは結構難しくて、人によってその落ち着く波長が多分違いますので、なんか聞いててもなんかあれだな、僕だったら多分その海の波の音を聞くとすごい落ち着くんですけど、そういって人によってだいたい自然の音って昔古来の日本人間のその感覚を刺激してきたものなので、まあ、一番リラックスできるのかなっていう、そういうところをするだけでも変わります。まあ姿勢のものもあるんですけど、まあ小泉さんの場合トレーニング見てもこう肩が結構上がりやすくて背中をあんまりイメージして使えてないので、そうするとやっぱり肩がこう上がってきてしまって、まあ、田村さんもちょっとこう背中をするトレーニングをすると結構疲れると思うので、今日ちょっと背中周りを中心に
意識をどうやって持っていくかみたいなところをやってきながら、ちょっとこう肩こりだったりとか効くようにやっていくのと、まあ、一番のケアはもう一つ、その頭痛だったりとかもどうしようもないときは、この首のところにですね、この出張ってる骨ありますよね、一番ちゃんと分かるんですけど、首の骨の出張ってるとこで、そこに中指を当てて上にどん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 行くと骨がぶつかりますよね。で、止まるとこがあると思うんですよ、ある一定のところまで行くと、この辺まで行くと、くぼみみたいなのもあると思うんで、なんとなくわかります？くぼみがあると、くぼみ、中指にくぼみを置いて、その横に左手で親指、反対の親指もつけて、真上にぐーっと上げると、これは円柱っていうツボになるんですよ。ぐーっと斜め上、目の方向に向かって押してあげると結構気持ちいいです。そこが緩むと目がすっきりしたりとかするので、そのポイントが一番、まあ自分でセルフケアとしてはいいと思いますね。あとはこのこみかみのところだったらこういう風に、あの頭の筋肉ってすごく重力に負けてぐーっと下に落ちてくるので、こっちをこう上げてあげたりとか、この辺動かしてあげると目の血液量が増えるんですよ。でも他の感覚器と違って常に目を開けてるじゃないですか、なんかを見るんで、すごくこう血液でエネルギーを必要としてて血流がすごいんですよ。なので疲れるんですよね、すぐ。なのでその周りの筋肉とかをしっかり緩めてあげないと、目の疲れは目をつぶって自分で手を当てて、そう眼球動いてたら結構やばいです。寝ながらやると分かるんですけど、眼球がこうピク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 目つぶってもしてるとちょっと疲れ目なので、まあ、田村さん今やってましたけど、自分で軽く圧迫したりとか少し回したりとか、この眼輪筋ってこの辺、この目の下あたりよくクマできる人もいますけど、こういう風によく上にやるって言うんですけど、この辺はどちらかというとこう外に剥がしてあげた方がいいですね。目結構すっきりするので、はい、こんなケアをするだけでも全然違います。はい、ほっとくと、ほっといてもここら辺は血流が良くならないので、はい、ほんのちょっとでもケアするといいと思いますので、やってみてください。よろしくお願いします。はい、ちょっと話長くなりましたけど、今日は背中周り中心にやっていきましょう。 OK です。ミュートになってます。ありがとうございます。すみません、正解していただいて、はい、お願いします。今日は足出さずに正解しましょう。うん、で、前に出して、このまま万歳して、で、そのままぐーっと後ろに反っていきます。背中を意識、そうふーっと息を吐きながら背中で反るイメージ。2、正座をすると完全に下半身が使えなくなるので背中で反るしかなくなります。3、腰を意識しないように背中、4、ラスト、 OK。 では次はですね、四つ這いでお尻を後ろにぐーっと引いて手を前に伸ばします。はい、お尻引いて、で、右の方向に動いていきます。1、1、1、ぐーっとお尻引いて、はい、反対いきましょう。1、1、1、1、戻っていきましょう。では次はですね、ちょっといつもと違うことをやります。背中のストレッチです。正座して左手を地面につけます。
こんな感じですね。で、お尻を浮かさないようにして、右手を耳の横に。で、この状態で、肘を開いていきます。1。そうそうそう。2。で、そう、開けた時に、お尻が上がらないようにしましょう。あ、いいですね。そうです、そうです。OK、OK。3。しっかり下向いて、肘を見ていきますし、肘を開く。5。背中意識。6。肩甲骨開いて、首を前に倒さないように、目線を肘で追います。8。9。ラスト。はい、OK。では反対側行きましょう。右手ついて、左手を耳の横についてで、体を畳んだ状態からぐーっと開く。1、2、3、4。このように丸くならないように気をつけましょう。まっすぐ上開いていきます。5、6、そう、いいですね。7、そう、8、背中を意識。9、はい、ラスト。10、OK。背中のストレッチですね。結構これ、今みたいにこういう風に窮屈になるんですよね。この肘を曲げるっていう、上げるっていうのを、ここでやってしまうと、体がこうやって丸くなっちゃうので、背中で後ろにここを開いていくみたいなイメージですね。そうやってあげると肩甲骨が動いてきます。最初はちょっとずつイメージをつけていきましょう。で、次はうつ伏せになって肘をつきます。こんな感じです。で、左手を斜め前に伸ばす。ぐーっと伸ばす。斜め前。で、戻す。反対、クロス。こんな感じですね。そう、右の背中伸びます。はい、戻す。で、今度左。そう、繰り返します。はい、戻す。右。はい、戻す。そう、1。息を吐きながら。1。そう。はい、伸ばして。よいしょ。はい、伸ばして。よいしょ。はい、伸ばして。はい、伸ばそう。はい、OK。では次ですね。四つ這いになります。では、自分の近く、足も普通の四つ這いで OK です。足はペタッとついて、この状態で自分のお尻を見ます。首を横に倒して、自分のお尻をぐーっと見ていきます。この時に、お尻を横に振らないように気をつけましょう。背骨のストレッチですね。ぐーっとお尻を見て、戻す。反対に見ます。戻す。そう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 。目線を徐々に右、そう。お尻見て、そう。左。骨盤から上だけで動かします。お尻は動かさない。ぐーっと。息を吐きながら。ぐーっと、ぐっと。そう、いいですね。はい、OK。では次はですね、あぐらをかいていただいて、手を横に。肩の横にペタッとつけます。ここは楽にしてくださいね。そうです。で、肘を外に向けたまま、円を描きます。前回りの円ですね。そう。肘はずっとこの状態、外にずっと向いてます。そう。で、回すときに、こういう風に回すんじゃなくて、肘を中心に回す。肘で円を描くようなイメージ。そうすると力抜けて、肩甲骨が動いてきます。そう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 。今度反対回し。いいですね。呼吸を止めないように、目線を下げない。
肩周り、背中周りはもう目線を下げないのが一番のポイントです。なんでデスクが低くて、パソコンが低くなると下を向いてしまうので、デスクの高さとかも結構大事です。はい。では今度は肘を、今外にずっと向いて回してましたけど、これを前に持ってきて、このまま真後ろに回して、外を回ってまた前、大きく回します。こっち行ったら、この反対側を持ってきます。クロールみたいな感じですね。しっかり後ろに引いて、後ろに引いて、そうです、そうです。後ろに引いて、そうすると、お二人ともこういう動きになるの分かります？こう、僕は肩が上がらないの。そうそうそう。田村さん、今こうなりましたよね。力でやるんじゃなくて、肘を中心に円を描くような感じです。まず左手横につけましょう。片方ずついきましょうか。こっちだけで、まず横に置いたら前に持ってきます。そう。で、後ろに回って円を描いて、で、回す。そう、1、2、あ、いいですね、いいですね。うずさん、いいですね、だいぶ。3、後ろにしっかり引いて、4、はい、5、反対回し。1、2、そう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 、3、4、5、はい、OK。 この反対いきますよ。で、こちらにして右手は横、この右手を腰につけることによって体を安定させます。こう体が揺れないようにこっちでちょっと押さえる、軽くでいいです。で、同じように肘を前にして、後ろ持ってって、そうです。前。ぐーっと持ってって、そう。2、3、4。いいですね。5。はい、ラスト。はい、反対回し。後ろに。僕も左の肩の方が硬いんで、ちょっとこう肩が上がってきますけど、そういうのを観察しながら、体をどっちの方が動かしやすいかなとか、後ろ回し、前回し、どっちがきついかなとかを見ながら、ちょっとずつ動かしていきます。そうです。はい、出すと、OK。まあ、今日はまあストレッチも加味していきながら、結構ストレッチだけでも肩周りやると疲れるんですよね、地味に。で、胸が今結構皆さんこう自然と開いてるので、座った段階でも結構いい姿勢が、最初は結構反ってるような無理にこういい姿勢を保とうみたいな感じだったんですけど、それがちょっと落ち着いてきます。こうやってちょっと、まあ、今10分ぐらいですかね、あのいろんな動きをしていったので、これを普段あのなんですかね、どの時間帯でもいいので、なんかちょっと固まってきたなと思った時に一つでもやっていただいても全然効果は違いますので、とにかく同じ姿勢でいるっていうのが一番体にとってはあの良くないことなので、ちょっとでも刺激入れてみてください。 OK。 じゃあ次はトレーニングの方に行きましょう。少し動かします。では正座しましょう。まずまっすぐ、はい。で、この股関節から体を倒す、ここがまっすぐ引っ張られる感じですね。あ、小泉さん OK。 そこまででいいです。だいぶ上手くなりましたね。そうです。これを腰からやるとどうなるかっていうと、こうなります。こうではなくて、ここが前に来るような形で、そうするとお腹で支えないと多分支えられないので、そう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 。で、顎を少し上げて、あ、田村さんその辺で OK です。で、万歳。で、耳よりも肘が後ろに来るように引く。そう。まっすぐ引く。1、戻して、息を吐いて、2、背中で引き寄せる肘を。アップ。ゆっくり、1、2、3。そう。2、2、3で下ろす。3、2、3で下ろす。そう。4、2、3でしっかり絞る。そう。5、2、3。下向かないように。目線上げて、そう。田村さん、頭自体を後ろに引きましょう。
そう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 。はい。6、2、3。OK。7、2、3。グッド。はい。8、2、3。もうちょっと後ろ側に肘を持ってきて、何回行きましょう。ラスト。10、2、3。はい、OK。いいですね。小泉さん、今の姿勢でいいです。手が首よりも後ろに行くと、相対的に頭が前に出ちゃうんですよね。でも、そのままの状態でなるべくやります。高さがだんだん前に、これ、背中で耐えられなくなってきてるんで、はい。それはできる範囲で、やってみてください。あまり後ろ意識しすぎちゃうと、首が前に出ちゃうっていう場合は、そんなに、この耳と同じ位置で、しっかりやってあげた方がいいので、はい。それはコントロールしてやっていきましょう。では、次は、真横、手を真横に開きます。で、同じように前に引っ張られるような形でちょっと前傾で、肘を後ろに、そう、腕を後ろに開きます。肩甲骨を寄せるような形ですね。で、戻す、そう、で、2、そう、3、ここの位置から後ろです。そう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 、親指、手のひら上ですね。手のひらが上向く、そう、5、6、7、8、9、ラスト、はい、OK。 いいですね。背中周りですね。では次、もうちょっとやっていきます。今度は少し大きく動かしましょう。体を前にまた倒します。そして、バンザイをして、手のひらが内側を向いたまま、大きく手で円を描いて、ぐーっと描いて、下まで行ったら後ろに持ってって、で、このままバンザイ。これで1回です。はい、外に開いて、はい、後ろに引いて、はい、バンザイ。2、そう。はい、外に引っ張って、引っ張って、引っ張って、引っ張って。はい、後ろに戻って、万歳、3、引っ張って、引っ張って、ふーっと呼吸止めない、はい、後ろ、はい、4、はい、万歳して、ぐーっと引っ張って、はい、後ろ、はい、はい、OK。 いいですね、だいぶ OK です。これ、背中に効いてれば OK ですね。腰がきつくなるってなると、腰を反ってる。もしくは肩がきついってなると首が前に出てるっていう形なので、この出ない範囲で動かしてください。はい、普段それだけ背中に刺激が入ってない証拠なので、無理にこれ頑張って、こうすごく頑張ってこうやってやれば刺激が入るわけじゃないので、広げられる範囲で広げてって、最初はストレッチみたいなイメージでもいいです。徐々に力を入れてあげるとしっかり入ってくるので、いきなり 100% 力を出そうとするともうここが固まっちゃうんですよね。そうすると逆効果になっちゃうので、力というよりも動かして、その動かしながら刺激を入れてあげるっていう風に、肩甲骨とか肩周りをやってあげると非常に効果的になりますので、そこができてから、その筋力だったりとか、まあ、懸垂みたいなやつですよね、ああいうのは非常にいいので、まあ、その辺はまたおいおいやっていきましょう。はい、じゃあ最後ですね、3分、30秒のやつやっています。今日は背中をやりましたので、背中と腕の筋肉もちょっと入れていきます。はい、で、3つですね。1つ目はこの状態で足を開きます。肩幅ぐらいに開いて、手は自分のかかとの方向を向いてます。で、この状態で手を遠くにすると肩が痛くなってしまうので、なるべく自分の近くに、この辺にします。で、このままお尻を上げて背中を押す、で、キープします。そうです、そうです。これで1回、これ20秒。で、次はですね、同じ姿勢、スタートは一緒です。お尻だけ少し上げます。肘を下げてアップ、そうです、肘下げてアップ。この腕のたるみですね、ここ三頭筋っていう肘を伸ばす筋肉、結構きついので、はい、ちょっと頑張ってやっていきましょう。で、最後は
足を上げて下ろすやつですね。20度ぐらい下ろして戻す。20度ぐらい下ろして戻す。骨盤がぐっと上がってきて腰を反らないようにしっかり腰つけながら上げ下げをしていきましょう。この3つでいきます。大丈夫そうですか？ OK、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと今日は変則的に最後頑張っていきましょう。はい、ではいきますよ。準備はよろしいですか？5秒前から2、1。はい、ぐっとお尻上げてからぐっと背中で上げる。そう、さっき意識したことをやっていきましょう。いいですね。さっきの背中を意識、肩を上げないように。2、1。はい、そのお尻ダウンして肘曲げて伸ばす。肘を曲げて伸ばす。そう、ダウン。そう、グッと。そう、頑張って。1、よいしょ、上げて、よいしょ、しっかり伸ばしきる。はい、OK、足伸ばして下ろす。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。そう、1、呼吸止めない。1、1、1。はい、戻して起き上がる。背中意識、手と足と背中でボックスを作るような形ですね。綺麗なボックス作ってみましょう。ベンチみたいなイメージですね。はい、背中意識、ぐーっと背中上げて頑張って。はい、お尻ダウン、はい、アップ。腕を曲げて、肘を曲げて、伸ばして起き上がる。伸ばして起き上がる。お尻で起き上がらない。そう、ふう、いいっすね。肘伸ばして頑張って。腕を使う。よいしょ、よいしょ。はい、最後、お中、下腹部意識、下げすぎない。膝伸ばして20度ぐらい止めたら戻す。止めたら戻す。常に下腹部意識、ずっと下腹部意識入れて、はい、ラストセットいきましょう。アップ、ぐっと。そう、いいですね。背中で押して、背中で伸ばしていきましょう。はい、下ろす。はい、肘曲げて伸ばす。曲げて伸ばす。さあ、ラスト頑張りましょう。よいしょ、ぐっと伸ばして、伸ばしきって、ずっと、OK。ふう、ふう。はい、ラスト。伸ばしてダウン。そう、そう、繰り返して。はい、 OK、 OK です。はい、ありがとうございます。背中周りからちょっとお腹最後刺激入れてきました。まあ、結構きついですね。はい、で今日最後にクールダウンやっていくときもちょっと腕回りも一緒にやっていきましょう。ではこの状態で手をですね、よく肘に向けてこういう形でぐっとやることがあると思うんですけど、自分の肩を持ってこっちじゃなくて同じ肩を持ってぐっと引いてあげます。はい、そうするとこの三頭筋、今の筋肉が伸びます。この辺が伸びる感じ分かりますか？うん、これは非常に肩こりにいいです。で、頭結構こう前にしちゃうんですけど、なるべく後頭部を後ろに引きます。そうするとより伸びてきます。肩こるなって時にこの筋肉伸ばしてあげると肩こりも取れるので、意外とすごく大事になります。はい、OK。では反対行きましょう。自分の肩を持って、
で、肘に手を当ててぐーっと真後ろに引きます。で、首の位置下げて呼吸止めないですよ。はい、OK。 では次はですね、ちょっと正座していただいて、頭の後ろに手を当てます。このまま骨盤に向かって、肘をぐーっと倒して、ムカデみたいなイメージですね。ここを伸ばします。背中から胸郭を伸ばして肋骨伸ばします。ぐーっと上げてって、こっちを畳むようなイメージですね。こっちを畳んで畳んで、そう、はい、戻す。はい、反対、ぐーっと畳んで、肘を骨盤に近づけて畳んでいきます。そうするとこっちが張って伸びていきます。はい、オッケー。では次、首を伸ばしていきましょう。頭の後ろに今みたいに手を当てて、斜め下を向いてぐーっと頭を押します。首の付け根とかですね、首の後ろが伸びます。はい、OK。 では次は手をこんな感じで両手をつけていただいて拝むような感じですね。で、人差し指と中指、まあ、全体的でもいいんですけど、顎の下に入れます。で、そのまま上向いて、で、ぐーっと押していきます。首の前が伸びていきます。あ、いいですね。親指で押しても OK です。ぐーっと親指で押して。はーい、OK。いいですね、皆さん、素晴らしい。で、次は、ちょっと低めでいきますね。右手を左の耳の横に当てます。で、左手は腰に当てる、もしくは後ろに回します。はい。で、このまま肘を真横に倒す。そうするとこっち側が伸びてきます。で、この時に体を倒さないように、このまま首だけを横に倒していきます。なので、ぐーっと押すというよりも、じわーっと倒してあげるとより伸びます。そう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 。で、一回戻して、ちょっと後ろ目持って、斜め下を見ます。斜め下に目線を置いて、その斜め下に向かってぐーっと倒していきます。そうすると、もうちょっと首の付け根伸びていきます。斜め下に倒して。はい、OK。では、今度逆、後ろです。で、首の横、耳の、反対の耳の横に手を当てて、横にまず倒します。ここ伸ばして。では、後ろに回すか、横につけましょう。はい、戻したら斜め下向いてこちらに倒します。はい、 OK です。はい、今日ちょっと首回りとこの辺を伸ばしてあげるとすっきりします。はい、まあ、こういう形で一回音声、ミュート解除お願いします。ちょっとリクエストありましたら、その上腕ということで、はい、ちょっといつもと違った内容にはなりましたけども、はい、朝はまあストレッチをやることも非常に大事ですし、この時間は30分という枠で撮ってる、まあ約30分という枠で撮ってるんで時間取っていただいてますけど、まあ日常生活の中でも音も取る必要ないですし、もう1分でも2分でも3分でもいいので、コツコツやっていくと体って絶対変わってきますので、そんなイメージで、自分が打って一歩踏み出すのを嫌がらない程度にやっていただけるといいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、なのでまた今日みたいな形でリクエストありましたら、始まる前とかでも言っていただければ全然このように対応させていただきますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。